ックな基本もう少しおさらいしましょう。はい、それでは前蹴りの練習です。前蹴りするときは一緒です。キックするときはね、何でも一緒なんだけれども、膝をしっかり上げることが大事です。いいですか？しっかり上げる、上げてキック、下ろして戻す。で、膝を上げる練習で、みんななかなかどれぐらい上げていいか分かんない子供たちがいっぱいいると思います。それでは、お家にね、当たってもいいもの、壊れてもいいものをこの辺にまず置きます。ではですね、磯田先生お願いします。当たってもいいものの横に足を置いて、しっかり膝を上げてください、ね、膝を上げる。膝を上げるときに、つま先がしっかり伸びてないと、ここね、当たっちゃいます。これが、こう、伸びてるとここにね、当たっちゃうので、しっかり伸ばす。から、蹴る。下ろす。はい。キックしてください。キックするときは、しっかり腕を後ろに振って、戻してください。で、構えに戻る。ここが大事なポイントです。当てないようにみんなしっかり膝を上げてください。膝を上げることはキックの回し蹴りも一緒です。高くなってもしっかり膝を上げてキック、膝を上げて返す。たくさん練習してください。スタンスです。まずは側頭、当てるところは側頭っていうから足の横側を当てるのを意識してください。で、構え、まずは右からです。まずは最初しっかり膝を上げる。膝を上げたら横に敵がいると思って、ここの側頭を意識してしっかりキックしてください。そして元に戻して下ろす。左足も一緒です。足をスイッチしたら左足、左膝を上げて、上げたら横の意識をすると同時に、ここにしっかりキックしてください。そしたら、戻して、下ろす。基本的には、側頭。これを早くできるようになったら、これぐらいできるように頑張りましょう。はい、側頭、立ち回りで使うときの足の運び方も一つ。まず、右側に側頭をするとき、だいたい右足がみんな前で、ちょっと敵の方を向いていると思います。その時、足は前ではなく、後ろに入れて、そのまま膝を上げて、キックしてください。なんでかっていうと、前にやると、上げる膝をいちいちぐるんと回してキックしなきゃいけません。そうするとね、ちょっと時間がかかってしまいます。早くキックするためには後ろに行ってキックするようにしてください。足の運び方は立ち回りがとっても大事です。しっかり覚えましょう。それでは側頭ができるようになったら、キックの応用です。側頭の前に前蹴りをして側頭をします。これは敵がこっちとこっちに、敵が2人いる場合などに使います。そういう時はですね、先生右の方が得意なので右側で1回見本を見せます。まずは右前蹴りを相手のお腹を目指してキック、そして引いて側頭下ろす。1回のキックで前蹴りと側頭をします。慣れてくるといやいや、こういう風にキックができるようになります。この技ができるようになるとかっこいい立ち回りができます。みんな頑張ってね。はい、それでは今日はキックの筋トレ編です。お家でね、キックの練習するときは周りに何もないかをちゃんと確認してください、ね、お母さんやお父さんに怒られないようにしてください。では、やる方法です。まずは、側頭のトレーニングです。側頭のトレーニングは、右の側頭をする場合は左側に壁、ね、倒れないように机でもいいですをバランス取れるようなものを置いてください。そしたらしっかり膝を上げる、そして膝を外にキックする。で、戻す、下ろす。これが1回です。で、上げて、キック、戻して、下ろす。この時に、壁にすごい近いとキックすることができません。なんで、しっかり体がちょっと倒れるぐらいのところに手を置いて、上げて、キック、戻して、下ろすです。
ポイントは上げた時にね、この時の姿勢もかっこよくしましょう。ここがなんだ、下駄を履いてるって言うんだけど、みんな見える、ここ下駄履いてるように見えるでしょ。ピカンピカン、それだとかっこ悪いので、しっかりつま先を伸ばす。伸ばした後キックする時に足を横にしてキック。このポイントはウェーブをピッてやるとかっこよく見えます。で、下ろして伸ばす。1日30回朝昼晩頑張ってね、みんな。はい、側頭の次はやっぱり回し蹴りですね。回し蹴りも一緒です、みんな。それでじゃあ次は左回し蹴りの特訓です。じゃあ左回し蹴りするときは右手で壁をちょっと持ちましょう。そして回し蹴りするときも膝をしっかり横から上げる、力を上げるね。側頭の時にも説明したように、ここ、こんな風になってたらするとかっこ悪いので、しっかり伸ばしましょう。そして相手を目指して深く、そしてちゃんと足伸ばして、この手の後ろに引きましょう。で、戻して足を下ろしてください。この練習するときは、足を前に置くんではなくて、置いてたところまで戻してください。いいですか。上げてピック、戻して下ろす。軸足もしっかり動かしてください。いいですか。ほっ、ね、これは早くやらなくても大丈夫です。ゆっくり丁寧にフォームを確認しながらしっかりやってください。上手にできるようになった子はキックした瞬間3秒ぐらい止めれるようになるね。1、2、3、で戻す。もっと上手にできるようになった子は壁を触らなくてもできるように頑張ってください。1、2、3、みんな、あきら先生みたいに頑張るぞ。Oh!